はい、まあ、秋田さん、激しくやってくるのは、まあ、ずっと分かってたことでしたけど、まあ、久しぶりにやっぱりああいう感じで来られて、出だしあたふたしてっていうところから入って、まあ、でも、まあ、今年の強みみたいな部分が、まあ、この2試合、まあ、この間の名古屋戦でも最初リードされてっていうところだったんですけど、まあ、控えのメンバーが出てても変わらないというか、選手のメンバーの充実っていうところが、まあ、この2試合で出されたかなっていうところは感じてまして、まあ、本当にとは言ってもやっぱりこういうゲームの入りっていうのはもうその時点でゲーム終わってしまう可能性の方が高いので、まあ、今日は秋田さんも外国籍選手が少なくてっていうところがあったんで、まあ、途中から自分たちのゲームになりましたけど、やっぱりそこの準備まずのところは、やっぱり一人一人がもうちょっとしっかりとした、気持ちの準備だったり体の準備をしてやっていかないと、もう本当にそれで1試合落として、結局その1試合の負けで去年は、順位が1位になれなかったんで、まあ、そういうところを一人一人もうちょっと期間を持って、またこのプレシーズンのうちにしっかり整えて開幕に備えたいなとは思いますけど、はい、僕らは映像を見てたんですけど、選手見てないんで、どのぐらい本当にやってくるかっていうそのイメージが、まあ、少し足りなかったのかなっていうのは、まあ、もちろんあるんですけど、まあ、それはただの言い訳なので、まあ、僕らはその練習でもこういう早い展開からスリーポイント打ってくるっていうのは伝えてましたし、まあ、やっぱりそこの準備がもう全くできてなかったっていう今日のその出だしで、まあ、本当1クォーターであんだけやられて、まあ、なかなかね、そこから盛り返すというのは難しいですけど、まあ、今日は途中から出た選手のディフェンスの強度が上がったんで、まあ、そこは良かったかなっていうところですかね、はい。基本的に、まあ、今やってることって、まあ、そんなに多くもないですし、今日もそんな足すこともしなかったんですけど、まあ、あと相手に対するアジャストっていうのも戦術的にはあんまりせずに今持ってるものだけでやるっていうところで、まあ、それでもちゃんとやれれば打開できるはずっていうふうに、まあ、僕らは思ってて、まあ、そこが本当にできない時とできる時っていうのが、まあ、今日のゲームでもこうあったと思うんですけど、だからなんでできないかっていうのをそこはまあ選手一人一人がもうちょっとやっぱり考えた方がいいかなっていうのも思いましたし、まあ、修正力はあるのはいいことなんですけど、修正しない方がいいんで、もう最初から逆に今日の秋田さんみたいにうちがやっぱり行くべきだと思うので、まあ、そこにやっぱりまだ至ってないっていうのが、やっぱり開幕も本当に近づいてきてるんで、そろそろそういう考え方だったりそのスイッチをもうちょっとこうしっかり入れてやるっていうところが重要かなって、まあ、相手どうこうっていうよりも自分たちがどうあるべきかっていうのをやっぱりもうちょっとうちは出していかなきゃいけないかなと思いますね。